すごい。ありがとう、みんな。はい、みなさんこんにちは。バカ猫シーナです。お久しぶりやな。私そんなにアクティブじゃないのに、登録者が今も来てくれててすごく嬉しいです。他の YouTuber みたいに毎日アップできないのはちょっと悔しいんですけど、久しぶりにアップする時でも見てくれればと思います。最近100人登録者超えて、やっぱり動画アップしないといけないなと思って、まあ実際はこれはボイスオーバーとなってるんですけど、よろしくお願いします。ですね、今日紹介したいと思うペンは、人が 3D プリンティングで作ったペンです。ポケモンのピカチュウのデザインで、中身は中国のジンハオのペンを使って組み合わせてこんなペンになりました。すごく可愛いと思います。尻尾ってなんで茶色部分を含めてないかというと、なんか 3D プリンティングって、まあそもそも難しいと思いますが、あといろんな色をつけるのはちょっと難しそうなんで、まあそれでもこのペンを見たらすぐピカチュウ連想しますね。だから買ってみました。2部は改めまして中国のジンハオで、太さはファインです。実際は M を注文したんだけど、主にペンボディが欲しくて、別に F でもいいんじゃないかと思ってこのままで使っています。入れているインクはペリカンのエデルスタインシリーズスモーキーコーツ、茶色の感じですね。なんか尻尾が茶色がないから、せめてインクは茶色にしたらどうかなと思って。ニープはまあまあですね。それよりボディのデザインが個性的と思います。あと前も言ったんですけど、このペンは 3D プリンティングから作られてたんですから、ちょっと面白いところですが、触るとプラスチックはプラスチックなんだけど、ちょっと 3D プリンティングで触るとちょっと普通と違う感覚ですね。まあ、このビデオは ASMR じゃないんですけど、一応ちょっと聞いてもらいたいと思います。ちょっとわかりましたか？ちょっとテクスチャーがザラザラってふさわしいかな？なんと言えばいいかわかんないんだけど、スムーズじゃないんですね。別に触るときは手は大丈夫です。このペンのことどう思いますか？ポケモンファンだったら、しかもポケモンとマグネヒツのファンだったら、ちょうどいいペンじゃないかと思います。そしたらこれで終わらせていただきたいと思います。皆さんいつも見てくださりありがとうございます。次の動画も理想的にすぐ作りたいと思いますが、もししばらく作れなかったら、またアップするとき会いましょう。ではまたねー。